今シーズン今一つ調子に乗れないパイレーツに対し野茂は立ち上がりから快投を演じます。フォークボールを中心に2三振を奪い、初めて1回を三者凡退に抑えます。今日の野茂はマックス146キロのストレート、コントロール、そしてフォークのキレ、どれをとっても今シーズン最高の出来。なんと3回から4回にかけて4者連続の三振を奪います。野茂の好投に応え、なんとか先制点を挙げたいドジャースは1回、ロドリゲスのタイムリーで1点。3回には牽制ミスで2点目を追加、野茂を援護します。ところがメジャーでは未知の世界、6回に入ると野茂はツーベースヒットと2つのフォアボールでワンアウト満塁のピンチ。しかし4番のクラークを絵に描いたようなダブルプレーに切って取り、パイレーツに点を許しません。結局野茂は7回107球を投げ14個の三振を奪い、初勝利をリリーフに託しマウンドを降りました。あといけるとしたらもう1イニング、いけと言われればいい、いつまででもいけ。しかしゲームは野茂の好投むなしく、パイレーツが9回に逆転。毎回奪三振を21回に伸ばした野茂の初勝利はまたもお預けとなりました。三振が取れたということよりもやっぱり毎回ゼロに抑えていくということをやっぱ課題に持ったので、通り大リーグに旋風を巻き起こしている野茂のニューヨーク初登場とあって、シェイスタジアムにはたくさんの日本人ファンが野茂を目当てに詰めかけました。それに応えるように今日の野茂は絶好調の立ち上がりを見せます。1回2番ビスカイーノ、3番ブローニャと連続三振、スタンドの警報灯も大きく揺れました。2回にも2つの三振を奪うなど、ニューヨークにもドクター K 野茂の存在をアピール。味方打線も3点をプレゼントし、野茂待望のメジャー初勝利に大きな期待がかかりました。しかし3回裏、この回先頭のセギーはファーストゴロと思いきや、なんとこれを野茂が弾きました。野茂自身のエラーで先頭打者を生かしてしまいます。この後フォアボールを許しワンアウト一塁二塁、2番のビスカイーノはストレートを叩いてライト前、二塁からセギーがホームインして3対1、野茂自らのエラーから手痛い1点を与えます。さらに3番のブローニャは今度は三遊間へ、ショートのオファーは一歩届かず、これもタイムリー、3対2、1点差に迫られ、なおも1、2塁のピンチを残して迎えるバッターはメッツのスーパースター4番のボビー・ボニーヤ。野茂ストレート勝負、しかし高く上がったフライがレフト線にポトリと落ちます。セカンドランナーがホームインして3対3の同点。野茂せっかくもらったリードをこの回で吐き出してしまいます。さらに続く4回裏、この回先頭のセギ、高めのストレートライトスタンドへ運ばれます。これで4対3とメッツ勝ち越し。結局野茂は6回107球を投げ、被安打8、失点は4、デビュー以来続けていた連続イニング奪三振は25回で途切れましたが、今日も7つの三振を奪い、通算奪三振数は40でナショナルリーグ単独トップに立ちました。結局試合はドジャースが逆転勝ちを収め、野茂には勝ちも負けもつきませんでした。抑えれてたかも分かんないですけど、まあ、まあぜひ、やっぱり来たからには、今年なんとか、成績を収めたいので、とりあえずこの1年間ローテーション入って、まあ、一つずつ勝っていきたいと思ってます。質問かと思いますが、今日は高関のあの結婚式ですか？Well, he's pitched extremely well. Outside of one game in Denver, he's pitched very good. It's just he's not had any good luck where he hasn't won a ball game, but he'll win games. You can rest assured of that. Maybe today will be his first one.その監督の言葉を受けるかのように、ドジャースは初回2アウトから3番モンデシ、4番キャロスの連打で1点先制、野茂初勝利に向け幸先の良いスタートを切ります。野茂は初回先頭のタラスコを2エンド1から三振、今日も得意のフォークボールは健在です。続くコルデロ・アルーとフォアボールを出しますが、4番ロドリゲス、そして5番ホワイトと連続三振に付け取ります。あと連続フォアボールで満塁のピンチを迎えますが、野茂ここはファーストゴロに切って取り1点に抑えます。
緊迫したゲームが続く中、球数100球を超えた7回裏、野茂は先頭のタラスコにライト前ヒットを打たれます。続く2番コルデロにこの日7つ目のフォアボールを与え、ノーアウト1塁2塁のピンチ。野茂は続く3番アルンをレフトフライに切って取りますが、ここであえなく5番。結局野茂は123球を投げ、被安打4、奪三振9、7フォアボールという結果でした。試合はその後登板したロドリゲスが5番ホワイトに満塁ホームランを浴び、5対1でドジャースは敗れ、野茂はこのホームランで失点3がつき、敗戦投手となってしまいました。多様な民族を視野に入れた経営戦